皆さんこんにちは、プランルシーのパティシエ岡です。いつもたくさんのメッセージありがとうございます。今回は中でも反響の大きかった神戸のオリエンタルホテルでお出ししているフレンチトーストを一緒に作っていきたいと思います。はい、それでは材料を説明していきます。こちらはパンを漬け込む液アパレイユの10人前の量です。牛乳 300g、 生クリーム 200g、 卵3つ、グラニュー糖 60g、 蜂蜜 30g です。はい、それではアパレイユ生地を作ります。卵をまずほぐしていきます。もう本当に混ぜるだけなので、よかったらお子様とかと一緒に作ってみてください。卵がほぐれたらお砂糖もすべて入れます。しっかり混ざったらそこに蜂蜜、牛乳と生クリームももうすべて入れます。もうあとはよく混ぜるだけですね。大丈夫です。このもアパレイユができたらパンを漬け込みたいと思います。パンは今日は6センチ×6センチの厚さ3センチにカットしております。このぐらいの厚さがおすすめです。深めのバットなどの入れ物にパンを並べてあげて、パンが浸るぐらいアパレイユを流します。このぐらいアパレイユを入れたらラップをして最低3時間、できれば一晩浸してあげます。ラップをする際に液体とラップを密着させてあげるとより浸りやすいのでおすすめです。一晩漬けたパンを焼いていきます。ピアンティーヌというクレープ生地をパリ薄くパリパリに焼いたものに、両面しっかりつけていきます。温めたフライパンにバターを溶かして、ピアンティーヌをつけたパンを両面こんがり焼いていきます。バターの香りをしっかりつけてあげます。火加減は中火でこのぐらい焼き目をつけていきます。こんがり焼けたら四隅にもフィアンティーノをしっかりつけていきます。クッキングシートを敷いた鉄板に移し替えて180度に予熱しておいたオーブンへ入れていきます。10分経ったら一度常温に出します。少し膨らんできました。5分ほど冷ましたらあと8分焼いていきます。に分けて焼くことで焦げにくくよりふっくらと仕上がります。お好きなお皿に盛り付けていただいて、お好みで粉糖やメープルシロップをかけてお召し上がりください。皆さんいかがでしたか？
一手間加えることで本格的なフレンチトーストに仕上がります。よかったら作ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。